愛知県厚生農業共同組合連合会高難厚生病院は愛知県高難市にある愛知県厚生農業共同組合連合会が運営する病院である。全国厚生農業共同組合連合会の病院の一つである。通称は高難厚生病院または厚生病院。高難市にあった二つの JA、AH、愛知厚生連の病院の老朽化に伴い、 かねてから、同じ市内に、同程度の規模の厚生連病院が2つ存在するということが問題となっていたこともあって、病院を統合して2008年5月1日に、開院し、5月7日より外来診察を開始した。敷地は、旧昭和病院の北約2キロメートルのサンファインの跡地である。なお、全身の両病院名の石碑が、院内の庭に設置されている。 愛知県尾張北部医療圏の北部地域の急性医療を担う中核病院であり、市民病院の内同地域において市民病院的な役割を担う。病床数は684床。屋上にはヘリポートがあり、救命救急設備の充実が行われている。2008年4月、愛北病院に併設されていたマナ北看護専門学校が、港南厚生病院の会員前に、 敷地内に移転した。2015年10月、愛知県により救命救急センターに指定された。全部で33カール。ありがとうございます。